はい、ハンマケの本家のハンマヨ先生です。土曜日、日曜日から月曜日になるかと思います。この曲はね、戦闘兵器ですね。私が戦闘兵器を呼ぶ、ロボットの、歌です。まあ、実際はあの歌がね、コンピューターで音楽を作ったものなんですけどね。この曲は驚異的なね、私のね、コンピューターのロボットの人工知能が作る、コンピューターの、人間よりか頭のいいコンピューターのね、戦闘士の歌ですね。これによって宇宙全体はこの私の兵器によって、この戦闘を、人間よりか頭のいい戦闘ロボットが、制する力としてね、私が考えて聴いて作っ、支えて動かしてる音楽です。ヒマラヤでね、頑張って登場したね、人、途中で亡くなった人のね、冥福を初めは祈ってた時にこの曲を聴いて私は考えてたんですね。しかしその程度だけの栄光では気持ち、支えはこのように持てないんですね。この音楽のように心は持たないんですね。実言うと宇宙の厳しい戦い、地球よりもっと厳しいね、戦い、これを導き出したこの動きがね、音楽として私はね、考えて乗せて聴いてるわけです。その力だけじゃちょっと足りないということでね、人間の力、人間、地球内で動いた悲劇じゃちょっと力が足りなすぎるということで、宇宙全体、うんち、もっともっと大変だったこと、ね、地球内のことどころか宇宙全体で大変だったことを、心を呼んでね、正しく制覇するという、この人間よりか頭のいい戦闘ロボット、これを私が動かして、心で動かしている曲の支えですね。なんです、私は還暦に先月になってね、60歳過ぎまして、人生の大半を猛毒で障害を受けておりましてね、55歳ぐらいまで毒でね、体をやられてました。ハンマケの本家の本物の貴族ですけどね、そんな苦しみが人生にありました。